エスパートアイドルハケットガジャモン、うーい、ということで本日はヒーロくんからミッションを設けられました。ということで本日やっていく企画、車を満員にできるまで帰れません。なるほど。しかも YouTuber のみです。あー、俺結構人望厚い人たちおんで。いや、そうだ、俺らは結構多い派なのよ。だから多分お前らでもいけるでしょ的なノリで今回ミッションを渡されたんだけど。え、だってもう決まりやん。安いやろ、ケイリーやろ、ケイリーで、ザキやろ、ザキ、あとまあ誰かが無理やったら模擬、模擬、もう終わりやもう終わりや半数以上 YouTuber じゃねえいや俺マジで YouTuber でプライベート遊ぶ人おらんからな。まあそっか、プライベートで遊ぶ人はいないか。だからそれこそギリ YouTube もやってる安井と、うん、ケイリーぐらい、うん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 、しかほんまにおらんから。そうよな。だから俺で言うとコムドットとかスカイピース、いるよね。わあ、まあまあ遊ぶんだけど、なんせ今が平日金曜日のお昼、お昼過ぎやな。うん、だからちょっととね、さすがに YouTuber の活動時間すぎて、そうやねんな、俺らでもやばいと。どうしよう、ほんまにどうしよう、マジ遊ぶやつおらんからな。まあ、ただ今ケイスケともっちゃんとヒロトはあの別の撮影でアルファードを使ってるんで、まあ、今回はもっちゃんの車を借りて、あと俺ら除いた3人乗せれば今回は企画終了ということで。まだ救いよな、アルファードじゃなくて。うん、救い、まあ3人誘えたら終了なんですけれども、まあ、とりあえずもう来てくれそうな人を片っ端から電話をかけるしかない。そうやんな、うん、これ別にさ、インスタで募るのもありだと思うんで。いや、めっちゃありやと思う。親しい友達とかで。ね、そうそうそう。ちょっとまずじゃあ俺それ先手やると思う。それ頼むわ。うん、まあ、俺ちょっと一発目から電話行くわ。もう誰でもいいやろ。誰でもいい。空いてねえかなって思う人、適当に電話するわ。うん、じゃあ早速車満員にできるまで帰れません。やっていくぞ、シャイーン。とりあえずかけますか。じゃあ電話しますね。出てからのお楽しみか、出なかったら言うわ名前。オッケー。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今ちょっと撮影してまして、はいはい、あのちょっと相談したいことがあるんですけど。あ、ごめんね、ちょっと待って。あ、撮影してて。はいはいうわ、やばいって。どういう相馬さんでした。今ちょっと5人乗りの車を乗ってるんですけど、はいはいはい、はい、あの同時にまあ車を満車にできないと帰れないドライブみたいなの始まって今。あー、なるほどなるほど。でもし相馬さん時間あったら全員揃うまで一緒にいてくれないかなみたいな。あー、絶対無理だな今日こっから新幹線乗るよ。うわー、そうなんだ。たまたまね。何時から新幹線乗るんですか？まあ一応あの6時だけどいけるやん。全然いけた。しかもなんか遅れるな俺ら新幹線の場所まで。ああ、なるほどね。はい、はいはいはい。ちなみに今何人いるの？相馬さん1人目の電話です。なんで俺1人だ。相馬さんいたら面白いじゃないですか。車で。俺車の中タバコ吸えんのそれ？まあアイコスなら吸えます。ああそこか、髪か。ちょっと俺そう普通にあの精神的に耐えられないかもしれない。あ、でもあの僕とガチヤマなんですよ今2人で。うわ、めっちゃタバコ吸うじゃん。そうそう、2人の企画なんで降りたいと思ったら別に高速でも全然降りてもらってそこ吸えるんで。ああ、なるほどね。はい、もうそしたら全然いいよ。マジっすか？マジっすか？うん、いいよ。6時の新幹線ですか？うん、新幹線乗れれば。もう最悪新幹線乗せないドッキリまで2本目取れるから。 YouTuber 出てるね。じゃあすいません、よろしくお願いします。はいよ、ありがとうございます。失礼します。すごいな。よっしゃ、早ない？やばい。ちなみに俺も相馬さん行こうとしてた。いや、しかもさ、これやばい。俺相馬さんかけるつもりなくて、うん、今 LINE 見てたら相馬さんいたからかけようと思って、うん、で俺もう一人決めてて、うん、電話する人、うん、ほのかにかけようと思ってたの。西村ほのかちゃんね。はい、でも緑旅になりそうやな。確かに。え、いいんじゃない？全然別にいっか。まあ、ちなみに今こんな感じでインスタのストーリーには載せたんですけど、はいはいはい、今のとこ誰も来てないです。でも逆に言うと5時半ぐらいまでに全員揃えないといけないもん、ね、集めないと相馬さん迎えに行っても意味がなくなっちゃうから、うん、残り3時間4時間で見つけなきゃ、うん、オッケーオッケー。ちょっとゆうた行ってみようかな。行けるとこ行こう。ゆうたにかけていきたいと思います。お願いします。出なさそうだね。まあ一旦着信だけ入れといて。そうだね。もうどんどん行くか。俺マサイさん行く。おー、いいじゃない。寝てることはないと思うねんな。多分撮影とか仕事やろうな。うん、出ないとしたら。うわー、ちょっと出ないな。これ結構難易度高えなー。あと2人か。安定に AI 行っとくわ。エナ行ってくれん。エナ行く、行く。相馬さんとエナも結構。あー、いいね。おもろいよね。うん。じゃあ次僕クレームクのエア行きます。お願いします。結構電話出てくれるんだけどな。
出ません。くそ。じゃあえな行くわ。はいはいはい。もしもー。はい、暇お疲れ。いや、暇じゃないですね。え、何してんの、何してんの。明治神宮にお祓いしに来てる。あれれれ。え、明治神宮ってどこ。原宿。え、めちゃくちゃ暇じゃないそれ。いえいえ、お祓いあるから今から。え、なんでなんでなんで。いや、まあまあまあ、募る話もあるから、会って聞くわ。これもう企画ってうち気づいてるから。いや、それはいいんだけど。行くからうち。うわ、見てるやん。何時の終わんの。3時半とかに終わるけど、そっからネイル行かないといけない。何時からネイル。3時半から。何時まで。5時ぐらいかな。あ、ちょうどいい。全然いい。ネイルのとこ迎えに行くわ。で、そのままあの家に送り届けるだけ。あ、それでいいの。うん、全然いい。あ、じゃあお願いしようかな。いや、もう全然やらせてください。あ、それなら。あ、でもちょっと帰宅がちょっと6時とかになっちゃうかもしれないけど。いや、それはちょっと遅いかも、ね、だって5時ぐらいで終わるやろ。終わって、でも6時にまた次友達の予定なんで。だ、6時にそこに送ろうか。じゃ あ、 あ、でもうちメイクしないといけないから一回家には帰らないといけないわけよ。えなは大丈夫や、すっぴんが一番や。ほんまにそうやね。違う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 、そういう話じゃないじゃないですか。いや、違う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 。あ、逆に、うん、あ、逆にいけるんじゃない。あの人、あ、先にすんの。いや、そうだよね。じゃあいいよ、エラ送るだけでいい。家に。本当に。うん、原宿から送るだけでいい、うん、じゃあお願いします。はい、すみません、失礼します。はい、お願いします。はい、簡単。よっしゃー。はい、簡単。やっぱいけんねんな。てか、なんか意外と平日暇してんな。そう、まあ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 、平日だから動けるのも YouTuber。 あー、まあ確かに確かに。で、まず相馬さんを変更した時間を、うん、4時半にする。早めにね。4時半合流からの5時にエナ拾う。相馬さんの前に1人。もうだから1人今からでも乗せれるやつ呼ぼう。呼んで、で、先にどっち送ればいいんだ。エナやな。5時半にエナに着、5時半から新幹線で最後相馬さんを送る。6時半だっけ。6時ぐらいだから、うん、結構カッツカツカツカツでいい。わかった。はい、バンバンザイミュウちゃんかけよう。マジいけそう。暇そうやな。撮影がなかったらな。うん、そうかもしれん。お疲れ。お疲れ様です。一瞬かけ直していい。あ、オッケーオッケー。ごめんね。お、来た。オッケーです。ごめんね、お疲れ。お疲れ様です。今、がっつり仕事中。いや、今、プライベートで買い物してました。おい、ちょっとさ、今から遊ばない。マジで言ってます。マジで言ってる、マジで言ってる。頼む。え、私、3時40分からネイルがあって。そのネイルは何時ぐらいに終わる。お前らネイル好きやな、ほんま。ネイル2時間ぐらいですね。なるほどね。またお願いします。そうね、そうね。ありがとう。ありがとうね。失礼します。はい。うわ、惜しかった。いや、ネイルうざいわ、女のネイル。しかも、ジャストで時間一緒やん。ちょっと希望めっちゃ薄いとこ行っていい？いいよ。キリタンパ。あー、いいよ、いいよ、いいよ。こいつ、生きてんのかな。ポッポ。何？お疲れ。あのさ、はい、今ちょっと撮影してて。はい。でさ、車をなんか満員にできるまで終われませんみたいな。あ、うん。2人決まってんのね。3人なんで、合計3人乗せれば終わりやねんけど。うん、2人決まってて、うん、4時から6時ぐらいの間時間取れないかな的な。うん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 。なるほど。今日の予定ちなみにちょっと忙しい。あ、ちなみに言うと今岡山にいます。なんか帰ってこれたりする。ありがとう、ありがとう。また誘って。はいはい、バイバイ。じゃあな。はい。なんかモテる理由がわかるわ、この電話の感じ。な、なんか、うん、から入るあの電話の感じ、うん、じゃないねんな。ほんまに可愛い。よし、行くわ、もう一人。はい、ほのかにかけます。はい。もしもし、聞こえますか。聞こえる。おはよう。おはよう。ちょっと、ほのか、何時から今日仕事。6時。くぅ。何？今企画でさ、車を満車にできるまで終われませんみたいな企画をやらされてる。うん、今から合流できないかなっていうか。今何時、何だってもうすっぴんだもん、まだ。ああ、なるほどね。うん、逆に何時からだったら合流できそう。ちょっと待って、顔のコンディションちょっと。4時とか行けそう。行けるかも。行ける行ける。6時にどこ。ちなみに渋谷。行けますわ。いいの。いいよ。4時ね。4時に、じゃあほのかんじ迎えに行くわ。オッケー、ありがとう。よっしゃ。はい、じゃあね、ありがとう。はい、決まったよ。やったぜ。6時解散今日。マジかー、でけえ。マジでけえ。こういうことでしょ。うん、飯行こう。オッケーオッケーオッケー。もう祝勝会。やった、でかっ。俺何もしてないけど。確かに。俺超かけまくったわ、電話。えぐっ。でもこれって多分遊びじゃないなっていうのが分かってくれるから、うん、多分出ることやね。マジで時間配分ミスったら全員抜いてくる。4時に拾います。うん、で次相馬さん拾います。うん、でエナを5時に拾います。
で、ほのかを渋谷まで送って降ろします、うん、次すぐエナを送ります、で、相馬さん送る、完璧ちゃん結構な、心配になってきたわ。はい、エナ、友達との予定遅くなりそうだから6時着でも問題ないよ。しかも、ちなみにエナ住んでるのが結構都合いい場所。マジで、うん、これいける。オッケーオッケー。じゃあ最初に誰を送ればいいの？エナ、ほのか、相馬さんでいいかも。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう書くやん。書くです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 。何やろ今の。引き抜かれた言葉が。俺もわからん。書くです。引っ張られてった。じゃあちょっと一旦迎えに行くまで時間あるんで、僕ら二人で祝紹介。祝紹介しましょうか。はい、しに行きたいと思います。はい、ではまた。またバイバイ。はい、ということで祝紹パーティーで五右衛門でーす。いただきまーす。いただきます。予想以上に。パッと決まった。びっくりした。こんな昼まで。マジで。やっぱ小山うまいな。しかもこの人が決まった後の飯はやっぱ違う。え、だって本当に所要時間で言ったら確保したの10分ぐらい。15分ぐらい。やばくね。はい、ということでごちそうさまでした。はい、即食いしました。で、こっからほのかを拾いに行って、相馬さん行って、えな行って、えなを送って、ほのか送って、相馬さん送って、じゃんじゃん。これが人望の厚さですわ、ハン君のね。あずしだ。じゃあとりあえずみんなを拾いに行きたいと思います。はい、ということで芸能人に来てもらいました。やめて、その紹介。ニッシー。はい、ニッシーです。初めましてだもんね。初めまして。そうだ、ガチヤマ念願の初めまして。やべえよ、結構こうやべえよ。嬉しい。ああ、もう俺の友達とか、YouTuber じゃない友達と会うことが多いねんけど、って会いたいって言われるランキング第1位。いや、マジそうだと思う。本当に多い。嬉しい。いや、マジで多分結構男の憧れだと思う。そうだよね。そう。でも2人はさ、ゲームの大会に出たことあるじゃん。うん。そうだから全然ガチヤマとかは初めまして感ない。うわ、やったぜ。ないよね。ない。だって見てても思うもん。あ、マジで。SNS も相互フォローだし。まあ、ということで、まあ一人目を確保したということで、次は相馬さんかな。トランジーかな。トランジー。トランジー迎え行って、最後エナピー迎え行って、この企画が終了と。そう。本来はね、このまま遊びたかったけどね、少しね。このままさ、全仕事ばっかりとさ、旅行行こう。え、超終わり。超悪い。じゃあとりあえず相馬さん迎え行きますか。はい、相馬トランジ迎え行って、次エナか、うん、トランジの家までピュッ。はい、ということで2人目相馬さんをゲットしました。相馬トランジスタです。あ、俺が言うやつです。って言われることない。ほぼ緑旅ということで。いや、もう本当だよ、ガチヤマだけ浮いてるよちょっと。いやいや、やめてください。僕も緑入ってますからちゃんと。大丈夫っすよ。でも青旅はさ、なんか初対面みたいな人あんまいなかったじゃん。はいはい、あ、そうっすね。リアルだったよね、緑の方が。確かに確かに、マジで初対面多かった。だってカメラ街超おもろかったんでしょ。おもろかったよ、マジ楽しかった。だってあのヨッチさんがカメラ街がマジおもろかったって言うぐらいだから。マジでおもろかった。確かに楽しかった。あとハン君がすぐ動画切ろうとすんの。こいつマジでもういいんじゃねみたいなずっと言ってたわ。なんであと一人迎えに行って、もう企画はとりあえず終了ということで。終了だね。まあ多分各々この後ね、あの仕事あるんですけど、はいはいはい、まあ行くか行かないかは。いやでもやっぱすごいよね、この後このまま名古屋まで。まあでも俺お願いされたら弱いからな。なんでじゃあこっからあと一人だけ迎えに行って企画を終了したいと思います。まあとりあえずでもあれか、ちょっと話そうよ。ちょっと話そうよ。そうだね、うん、ちょっと話そうか。でもあまりにも俺ら二人で回してなさすぎて今。ああ、でも本当ガチヤマはマジ久しぶりだから。マジで久々っす。え、何年、2年ぶりとかかな。いや、1年半とかじゃないかな。かな、うん、いや、そうだね。あのエスポで丸々やってくれた時で。ああ、そうだそうだそうだ。ドッキリ失敗して。そう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 、そうだよ。え、ここは繋がりあんの、ガチヤマとほのかちゃんは。わ、僕エペで一回一緒に大会出てて、でも会うの今日初めてです。あ、なるほどね、はい、マジでエペの繋がりってすごいな。すごいんすよ。すごいね。よかったもんな、エペやってて。マジでよかった。友達増えるもんね。はい、普通だって繋がらないじゃん。繋がんないっす、マジで。そこで繋がるんだな。相馬さんいるとちょっと話が勝手に広がってくれるから楽やわ。いやいやいや、お前らも広げろよ。そりゃそうなんだよ。呼んどいて勝手に喋らせる。リアルに相馬さんって家賃なんぼなんすか。家賃は、えぇ、そうそうそう、マジ。なんかそんな稼い
ってたんだっていう、なんか一回そのなんかお金ないみたいなになってたから、ヒカルさんに払ってもらってそっかそっかそっか、本間さんにお願いしたいと思う企画が一個あって、僕、まあ、個人チャンネルでやるか、うん、エスポでやるかちょっと迷ってるんですけど、うんうん、彼女オーディションやりたくて。おー、ハン君の。はい。おー、いいじゃんいいじゃん。じゃ、相馬さん審査員席に座ってほしい。おー、めっちゃいいじゃん。でも全然当てになんないけど6年いないやつが何審査するのって話そう、だからなんかなんだろう、よく喋ってくれるっていう、うん、でもまあまあいろんな経験者がいろんなジャンルの人とかも、ガチヤマ必死に殺してる。いやいやいや、やっぱ僕らより経験値が違うんで、うん、経験してたら彼女いるでしょ。あ、でもなんかあの緑旅のメンバーでさ、うん、審査員やるみたいな。あ、めっちゃいいじゃん。え、審査員うん、うん、マジで行きたい。え、だから女の子審査、そうそう、女の子審査員マジ大事よな。超楽しそうじゃない。超楽しそう。わあ、俺個人チャンネルですぐやろう。え、しかもハン君の彼女になりたい人って結構面白い人いっぱいいそうね。うん、そう、すげえ見たいわそれ。しかも緑旅で集まろうっつってたもんね。ね、だから脇尾か。じゃあそこの枠は俺にして。ああ、じゃあガチャマにする。行きたいよね、やっぱね。じゃあちょっと彼女オーディションあのやるんで。おお、え、これマジやろうや。やるやる。面白そう。おもろそう。めっちゃ楽しみ。それ本当呼んでんね。え、マジで。じゃあちょっとここで宣言します。おお。ハン君。ちょっと嘘つく人とかもさ、入れてよ。え、オオカミちゃん的な。あ、宣伝は今ネットフリックスであのほのかのあのオオカミちゃんあるんで、ぜひ見てください。はい。オオカミちゃんには騙されない。え、公開中です。日曜日14時22時から。はい。ぜひご覧ください。うまー。もう絶対この女事情とか彼氏事情とかって絶対俺らじゃないと思う。全然。ほのかちゃんの方がみんな気になるじゃん。あ、ほのかの事情とか。そうそう。ああ、確かに確かに。気になる。それで言うと俺が一番気になってると思う。でもなんか聞きたくない。逆にね。あ、もうその域まで行っちゃってんだ。え、もう行ってる行ってる。で、受けたから、リア子なんやな、多分。ああ、確かに。今、それ確かにきついね。確かにね。ガチ勢やからさ。いや、俺は逆に関係ないスタンスなんだけど。うん。あ、そう、誰が言おうと。言おうとっていう。やっぱガチ甘よな。そう。そっちタイプだから。かっこいいな。別のタイプのリア子かもしんない。そうだな。一番立ち悪いタイプ。めんどくせえタイプ。確かに、ブレないね。ガチ甘はどうなの？僕、なんもないんすよね。マジで。なんか、遊び行くっつっても、ユータとかコムドットスカイピースとかで男同士で行くみたいな。そうっすね。え、ていうかまず来ないっす DM マジで。男からしか。はい、マジで来ないっす。あの女の子の例えばクリエイターインフルエンサーとかマジで来てないっすよ。めっちゃモテそうだけど。だからモテすぎるがゆえじゃない。いや、マジで違うと思うわ。ここまで来るともうなんかうぜえもん。来なくて。来なさすぎて。結構これプラベで島袋とかヒロとも話したんですけど、あいつら意外と来てんすよ。え、そのインフルエンサー的な人もいる。あ、そうですそうです。あいつら返してるかわかんないんですけど、意外と来てましたね。もう奥手だから返してないと思うんですけど。はいはいはい。あいつら返してるかわかんないんですけど、意外と来てましたね。返して抱きました。奥手だから返してないと思うんですけど。はいはいはい。相馬さん、相馬さんすげえっす。何が？そんな盛り上がると思ってなかった。じゃあもう行きますか。そうそう、だいぶ使うところ多いから。まあまあそうだね、全部使えるから。ということでエナ合流。こんにちは。こんにちは。これで満車になりました。やったー、ありがとうみんな。ミッション成功だよね。一応ミッション成功です。もうなんかこういう企画あったらあの僕ら真っ先に呼んでください。あ、逆に。そう、なんか誰か呼ばなきゃダメみたいな。はい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 。とかマジで行くから俺ら。うん、絶対に。え、絶対に。何が何でも。何が何でも呼びます。じゃあ、なるほどね。次仕事でもこじ開けてきてくれる。まあ全然、もちろんもちろん断れるんで。関係ないでね。それちょっといいな。いいっしょ。いいチケットもらったわ。好きな時に。好きな時に。あ、全然プライベートでもなんか飲んでて盛り上がらんなみたいな。あー、盛り上げ役で。うん、全然出張で。出張サービス。めっちゃいい。じゃあハン君に会いたいって女の子いたら言っていい？あ、全然呼んでください。それはもうそのチケットなしで行くんで。じゃちょっとじゃあ5人でドライブしながら行くか。そうだね。この5人ね、異色でしょ。でもこれ相馬さんマジ贅沢っすよ。いや、そうだよね。これはちょっと、じゃあその最近ちょっとみんなに聞いてるのね。ほのかにも聞いたし相馬さんにも聞いたんだけど、えなの最近の恋愛事情。いや、これが本当に全くなくて。お前さ、じゃ聞いて。本当にうちここ3年ぐらい、去年一昨年その前、夏に絶対好きな人がいたの。付き合ってる付き合ってない関係なく好きな人がいて、夏といえばこう好き人の思い出が深いわけ。今年できそうになってて、ちょっと焦ってんの。え、でもさ今年はほらもうブレイクしたやんか。
去年から今年にかけて。確かに、まあ、去年の今と比べたら全然、うん、確かに違うでしょ。そんなもん選び放題やん。確かに。いや違う、全然そんなことない、本当に。こんだけさ、いやニヤニヤしてますけど、そのままさ、べべしゃりでさ、モテ要素しかないもんな、ね、え、逆に聞きたいんですけど、うん、うちのチャンネルを見てる場合、うん、えないいなってなります？あ、でもならないっすね。え、でももうちょいなんか、あーとかちょっと悩んでしまったんですけど、あ、でもならないですね。同性の人に好かれてそう、やっぱり。いや、そうなんですよ、完全に。まあ、なんかめっちゃ女子トークみたいなしちゃってる、代弁するチャンネルみたいな感じ。そうだね、まあ、そうだね、気持ちを。それ見てエレザと付き合いたいとはなりにくいかもね。ないない、そうなんですよ。確かに確かに。なんかうるささいしな。男がなんかこうやってったらねえとかさ、物申しやってんのよ。そうです、まあ、確かに、ね、自覚あります、全然あります。もう女子代表のつもりで勝手にやってるんですけど、男子に物申すとか、はいはいはい、確かにそれは近づきにくいかもね。にくいですよね、わかる。わかる、お前の話やね。わかる、わかるんだ。でもお金ももうめちゃめちゃあるわけやし、うん、確かにね。で、やっぱなんか最近すごい垢抜けてるやん。垢抜けてる、うん、マジで垢抜けたと思う。まあね、これからは多分あのガチヤマもそうやねんけど、うん、近づきにくい女なのに高嶺の花になっちゃいそう。あー、そっちのパターンか。そうそうそう、確かにね。でもうちの場合はまたこれちょっともうまた悩みになっちゃうんだけど、うん、高嶺の花なんじゃなくって、なんか誰とでも仲良さそうに見えるの、ね。あー、まあそれはあるね。本当は好きでやってるのに、やってるのに気づかれないみたいな。あ、まあ確かにそれはあるかも。それはあるかも。そっち系なんですよ、ね。俺ももしかして気づいてない？これは本当に勘違い。ほんまに勘違い。ハンク勘違いすぐしそうやな。いや、俺ね、やばいんですよ。YouTube やってることを知って、地元の女の子がフォローしてくるわけですよ。あの、エスポの方のアカウントをね。ならさ、そのリアクションとかストーリー乗っけて、で、もともと好きだった、地元の好きだった女の子とかがリアクションとか乗っけると、いや、これ脈あんのとか、思っちゃうタイプやって。そう。それはある、あるよ。男ならあると思う。リアクションはちょっとあるんだ。ちょっとある気がするっていうか、そっからなんか話し始めるみたいなのは、まあよくある。あるよね。で、それで言うと、やっぱあったんちゃう？リアクション送ったことない。時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。エスポワールのインパクト。